栃木県北部にある板室温泉。古くから下野の薬人として知られ、贅沢にアフタートナの温泉王と言われています。1000年の歴史を誇る板室温泉、当時の里としての雰囲気を今に残す温泉街があります。バブル時代、温泉の絶対量が少ないのに加水、加温、循環の化で急成長した鬼怒川温泉は、温泉マニアに見切られて一部廃墟になりました。板室温泉はそのしょぼさからお風呂マニアには見向きもされませんでしたが、本物の湯治温泉として細々と続いています。贅沢に飽きた大人の宿として、この板室温泉は温泉マニアに注目されています。この商品館の本物の源泉かけ流し風呂と豪華絢爛な鬼怒川温泉の大浴場や露天風呂は何が違うのでしょうか。お風呂は源泉かけ流しなので、数時間で新しいお湯にすべて入れ替わりますが、1日に2回清掃することでバイ菌の発生を抑えています。それでは鬼怒川温泉のホテルはどうでしょうか。湧出量が大浴場に全く足りないため、加水、加温、循環の化、1週間に1度お湯を取り替えることが推奨されています。部屋付きの温泉ではスポイト温泉とも言われています。多くの人が入浴するため、消毒剤の投入が義務化されています。また循環ろ過装置では人間の汗をフィルターでろ過できない欠点があります。本物の源泉かけ流しの温泉では、人間の汗は排水口に流されます。循環しません。排水口に捨てられてるのが本物の証拠。かけ流しに見せかけ温泉もあります。そんな循環風呂と本物の温泉宿の違いに気づいてしまった大人の宿、小風館。トイレと冷蔵庫は共用、建物は古いですが、どこもピカピカで清潔な宿。チェックインが14時と早いので、のんびりすることができます。昭和46年に国民雇用温泉地として指定。今でも湯治目的の人が多く、観光地化されていない素朴な風景が広がる貴重な温泉地です。深い浴槽に砂に捕まりながら首まで浸かるのが伝統的入浴方法。全身に水圧がかかるため、血行促進を促されます。小風館では定期時刻で常温パブロとなります。新鮮な温泉で効果が倍増します。常温波浴泉は皮膚の奥深くまで温める温熱作用と、細菌を破壊する殺菌作用、毛穴の油汚れを取る乳化作用等、数々の特性を持っています。これは健康ランドでも同じことを言いますが、循環風呂では逆効果になります。夕食の時間だよ。おいしそう。1泊2食9900円の夕食で、山の幸を中心に健康に配慮した献立です。温は41度、pH は9.4 のナトリウム、カルシウム。
ほどよい加減のぬる湯で長湯できちゃいます。アルカリ性なのでつるすべです。朝食の時間だよ。美味しそう。家族のほとんどが調理師免許を持っているので、献立も家族全員で考えています。お風呂はぬるんですが、ゆっくり浸かって耳たぶから疲れが溶け出していきます。温泉は長く浸かっていられるので、体がムクムクになります。温泉の質は申し分なく、水道はすべて最高の湧き水を引いています。まさに当時の宿でぬるめのお湯に何度も浸かり、部屋食をいただきます。静かな環境、何もせずぼーっとする時間があります。館内の Wi-Fi は 80Mbps で快適。飯、風呂、寝るを体感できる贅沢に飽きた後なのための温泉宿です。リピート確定のお宿です。